確か配信できるのなパチンコ配信とまた別で流行りそうだもん、ね、酒も飲みながら配信もできて、ここから8レースから入りますね。皆さんありだね。電車もあるんですか、みんなお酒飲むってことは。電車も多分あるはずです、ね、あそうなんだよね。平和島は中穴がよく来るんだよ、大穴というよりは。あそうだ、僕ね、こう平和島より多分江戸川ってのが近いんですよ。江戸川は一番荒れるんですよ、ね、荒れるんですか。 川だから。あ来た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 12レースまで始まってんすかこれ。いや、こっからまずスタートの、うん、基本は順番が決まってるんですけど、はいはいはい、6番の人が一番内に入ってきたりも別に強引にすることもできて、じゃあ内とか外とか関係ないのかな。そうするとスタートまでの距離が短くなっちゃうから強引に入っちゃうと、はいはい、だから荒れたりするんですよ。だから無理くり入ってくるやつも、ま、ここでスタートなんですよね。そうです、コース取り。これはね、14な気がする。お、1414な気がします。仮予想実はもう買ってんじゃないですか。いや、買ってない視聴さん予想14。ワンジュー取りたいね、一本。すごいチーマーときてるね。ここから時計が、この時計が動き出すんで、はい、あれがゼロになった時に時計が動き出す。この黒いやつあるでしょ、写真でっかい時計。あれを見てスタート切るんですよ。動いてる、うん、重なったらとか重なってゼロのとこに来た時にちょうど来るんで、本当時計が、お、早い早い早い、来た来た。ここから今来ますよ、外側からスタート切るんで。ここから来た来た来た、音でかっ。どうですか、市長さん。まだわかんない、まだわかんない。でもこれ14になりそう。わ、刺さった、3がいった、荒れた、あれあれ、3-2だ、荒れたらしい。3-2-3-4か、3-2-3-2だったら中割れ、中割れ、中割れ。これ買ってない。3-2-3-2-1が飛んだらつくぞ、これ1が飛んだらまたつく。あー、3-1だ、3-1-3-1。もう分かるんですか、ちょっとレースが色で、3-1の赤が1、3-1-3-1。これは多分インが売れてる。3番目なんでしょ、3-1-2だって今。アングル難しいよ。よかった、買わなくて、このレース。あ、でも1番また上がってきてるよ、少ないですね、あれじゃ。いや、多分届かないな。3-1-2だし、80倍ぐらいだって、これ80倍。1万買ってたら80万。カメラ固定の方がいい。これもうゴール、これでゴールです。ここでゴールだ、ここでゴール、ゴール。3、1、あ、もう1周だ、もう1周今2周だった。1周だから、1飛んだ、本当だ、1飛んだ。危ない、俺このレースだったら1がアパートで勝ってたから。1飛ぶんだ、57倍みたいですね、貴重さん。57、今赤頭、あ、もう差ついてますね。赤、白、青で。50万、これもし、あ、もう決まってんだ、これで。まあですね、1着、赤、3-1-2だ。あとはそうだ、文章にマークシートの書き方を教えて、はい、マークシートの書き方、はい、いるよ、一緒に決まりました、ね、終わった。童貞デビューです。すげーコンタクトパークとして、次これが終わってから次のレースの人がまた練習で出るから、それを見てどれにするか。え、でも誰のエンジン音なのか全然わかんないんですよ。エンジンの音聞
けって言われたけど、地球レース、誰のエンジンの音なのか。浜崎、畑、長田、松竹、平石、片足、分かんないんだけど。あ、木下さん、これやっぱ出る選手の名前も大事ってことですか。大事ですよ。で、階級があって、え、女の子いるのか、違うか。階級が A1 が一番トップです。はい、その下が A2、 その下が B1 これは、ね、あ、A1、 あ、この今回の このレースは、はい、A1 の方が強いですか。 A1 の方が上手です。あ、じゃあ上手な人がもう分かりやすい。じゃあ4番、5番が、6番が、じゃあ内側1、2、3で決まる可能性もあるな、これ。 A1 と A2 があって、 A1 の方がいいらしい。だからどのモーター、モーターって毎回毎回その一節ごとに、あの、ガラガラポンで抽選するんですよ。はい、で、いいモーター引いた人は強いみたいなところもあるんで、いいモーターかどうかって僕たち分かるんですか。あの、勝率が出てるんですよ、モーターの。あ、モーターの勝率が出てるんだ。で、モーターが良くても腕がなかったらやっぱ勝てないし。あ、なるほどなるほど。っていうところもあるんですよね。なるほど。じゃあ1番にいいモーターがいったら、そのまま1番で入っちゃう可能性も、可能性はぐんと上がってってことですよね。モーターの勝率とかあるんだ。来た来た来た。これ練習、練習、これ練習で今走り出しましたね。奥が深いから難しいんだよ。深っ。なんか競馬より近くないですか。近い近い近い。競馬ってこんな寄れないイメージが。だいたい内側が人気どこ、外側が穴って感じ。1と2と6のモーターがいいらしい。126、もうそのまま来そう。126、じゃあ順、人気順も1番人気1番、2番人気2番で、シンプルに、シンプルに。じゃあ6、5、4とかいたらもうやばいですか。やばいですよ。だからボックスで買うのもありですね。だから6、5、4、なるほど、ふざけて投げとくのも5000円ずつぐらい毎回ワンチャン。なるほど、そういうことか。一応ね、買い方としては、まあ、フォーメーションもありますけど。佐々木町さん、もう何か決まってるんですか、ざっくり。いや、まだ、これはまだ決めてないです。4、5、6のボックスはやばいじゃん、来ちゃった、来ちゃった、やばいし、もうコンタクトカラッカラなんだけど、ちょっと待ってコンタクト入れ替えよう。ちなみに、はい、F っていうのがあるじゃないですか。あ、 F、 はい、それはフライング1回やっちゃってるってことなんで、あ、本当だ。それが、あ、来た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 、練習。どうだろう、どうなの、6位だ、分かんないけど、多分6位。うん、あとはこのスタートと、あとターンのスムーズさっていうか、はい、そこも見てみたいな。これで教えてくれるんだ。あ、なんか画面映しちゃダメって言ったんですか。あんまりなんかオッズ表とかあんまり映さない方がいいらしいんですけど、まあ、別に言われてるわけじゃないです。映、うんうん、してもいいけど、あんまり映さないでくれっていう、まあ、注意事項としては、別に YouTube じゃなければ生配信大丈夫ですよって言ったんで、はいはい、別にそんな細かいことまでは言われてないです。 L はね、出遅れ、あの、遅刻ってこと、スタートのタイミングで他の人に迷惑かけるぐらい遅くなったら、もう出遅れで欠場、失格になっちゃうから、それが、あ、わざと遅いのも一番いい。そういうわけじゃなくて、これは順番にまず並んで、なるほど、なるほど、そういうことですね。非常にエンジンがいいなと思ったら、もうすごい声援すごい、3番の声援がすごい後ろから黄色い声援が、女子のイケメンだから、3番イケメン。ちょっと待って、タオルとか持ってるんだけど、すごい。なんとなくもう予想つきました。全然わかんないけど。いやー、まあ、1号艇が逃げるか逃げないかってことですね。なるほど。3番おじさん、あ、地元のあれだからか。地元のあれか。地元だと、まあ、スタートとかがまあ分かりやすい、うん。慣れてる、慣れてるから。3番あるな。3番あるぞ。3番ある。1頭の2323、そんなわけがないか。4ちゃんが6ミリとか1232、
軽めに買います僕。じゃあここのレースは、まあ、このレースは全然それでいい、ちょっと練習で30万でしょ、3レース30万だから4レースか、4レース、あ4レースか、10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 、
6ダメ、6のエンジンがいいらしい。あ、そう、123236の4点、それそれそれでいきましょう。4点だから5000円ずつ買ったら2万、1万円ずつ買ったら4万。展示タイムも出るから6の展示タイム信じたらもう2頭3頭も買っとく。あ、2頭買い目まだ決めてない。そっか、まあここはインが押し切る。解説付きなんですね。解説がすごい。インが押し切る。締め切りはね、何分だろう。実はこれ頭を2頭にするのも一つの手ですか。フォーメーションでだから。あ、ありです、ありです。ありなんだ。そう、絞っちゃうともうレース分かっちゃいますもんね、途中で。2頭ぐらいか。ボックスだったら例えば1、はい、2、3のボックスだったら順不動でどれが当たりなんで。なるほど、なるほど。1頭頭じゃ結構危険なんだ。そう、結構今日ね中荒れしてんだよね。締め切りが何分だこれ。レースの出てるスタートまで40分締め切りだそうなんで、全然。じゃあマークシートの買い方を、そうですね、教えた方がいいか。何となく絞りますね。2、3、6です。1236、1頭の23236でいこうかなっていう。分かんないですよ、何も分かんないですなんとなくでもなんとなく当たることありますよね。 あります。ビギナーズラック全然あるんで。いらない、切る、いらないってことはないですよね。いや、まあ、それは分かんないです。可能性が今日は中割れだし。他の人映らないようにするには広角外した方がいいのかな。チこれで例えば、はい、ピン買いするんだったら 1,2,3 を1個とか買うんだったらいいんですけど、ある程度その1着2着とかを固定するんだったらこうフォーメーションっていうのになるんですか。はい、これですね。フォーメーション1頭にして、で 2,3 潰して、そうです。で、レース上をまず、はい、今日平和島だから、はい、平和島4番にチェックし してレース番号を、まあ、基本今日3連単でしょ。3連単で1000円だったら1000円、万だったら1万、10万いくなったら10万です。行かないです、行かないです、行かない、行かない、行かないです、行かないです。じゃあここでもう買っちゃいます。これ買います。そしたら電波悪ね。9レース9レースです。9レース、平和島1頭電波ダメ。そっち大丈夫ですか。いや、電波悪いです、悪いです。悪い、はい、23の236、5000円。これ何、待って、何通りあるんだろう。これ5000円じゃでかいか。結構23の何通りだ、123、6点か、これ3万か、6.3万、まあありですよね。全然ありですよね。3万円だ、3万円。じゃあ5000円でいくわ。これでまず ここで3連単で買ったんですか。これでね、3連単です。3万円。まあ、全部で30万、あと27万あるから。いきなり行き過ぎ。123、うん、初めてのそんなに買う。30万円全くダメ。20あと行かないとダメか、これじゃあ。そんな悪い、あっち側の方がいいのかな。じゃあ、あ、全然大丈夫です。発売のとこで、はい、
先にお金ぶち込んじゃって、はい、お金を先に入れて、お金入れてちょうど。内側が電波悪いのかな。いや、めちゃくちゃ悪いです。ここが開けましょうか。あ、ね、あ、向かわりがいいのかな。確かに。前回あっち側でやったんだけど。ああ、なるほど。しかし3万円。ちょっと3万円。はい。横の先入れちゃうんです。入れちゃって。で、マークカードを入れて。はい、あ、2万円だ。あ、2万円ですね。4通りか。4通りか。はい、それで発行したら、でこれね、発行いきますよ。発行じゃあ2万円、最初のレースは。あ、出てきた。まずお釣りか。あ、これで支払える。2万円か。これとこれだ。 OK です。移動してみるわ。みんなでもちょっとあれじゃないですか、500円とか1000円とかかけてんじゃないですか。だいたい何とかいける。券なくしたらやばいんだな。やっちゃったことあるんで。え、嘘。当たったやつ。当たりまくりなくしたね。はい。と思うんだよね。2コースの旗は隠れ F2 なんでしょ。スタート行けなかった3が思い切り握っちゃったら5も入ってくるから1号も狙いたいんだよ。135153とかその辺も入れつつ3頭で狙おうかな。そう、ちょっと場所変える。お待たせしました。そう、ここ行ってみましょうか。はい、あの向こう側に喫煙所あるんで、はい、ご飯食べました。ちなみにあんま食べてるんですか。じゃあちょうどよかった。40分までの時間あるんですよね。時間十分。あそこが喫煙所。この辺電波どう、みんな。電波どう。画質もだから避けちゃうのも一つですよね。ああ、確かに。じゃあちょっとここでこう言いますね。あ、終わりました。はい、オッケー。これはね、13は135は絶対買いたいんだよね。135135でしょ。135と、まあ、6がどうかなんだよね。展示見たけど松茸のターンをよく見てなかったんだけども、134もまあありっちゃありだけどな。そうそう、隠れ普通っていうのはさっき知ったんだけど。松茸ってさ、4コースの成績どうだっけ。そんなに上手じゃないね。絞るわ俺ちょっと。作ればね。でも3が思いっきり、
まくり刺しに行くんだったらいいけど、荷がちょっとへこんで思いっきり握ろうとしたら子が入ってくるから、イチゴも買いたいんだよね。冷静にまくり刺しを狙って3-1パターンか、思いっきり握って子が入ってくるパターンもあるからね。3-1も抑えたい。またスタートいけないでしょ、隠れ普通だったら。1-3で来た場合、まあ、1-3-4も押さえとくけど、1-5-3 1-5どこまで行くかだね。1-5-6までかな。あとは3-1だね。3-1-5 3-1-5でしょ。3-1-5 3-1-4。3は5-4-6いるな。2が残すパターンもあるけど、まあ一般戦だからね。言っても一般戦だからな、そこまでがっつりっていうレースじゃないからね。半戦なんだよね。2が残ったらしょうがないけど、まあ普通に成績で言ったら旗の2コースって悪くないんだよね。2着多いしね、結構。3-1だったら2は差しっぽい。3-1の場合って2が残ったりするんだよね、結構ね。3-1-2-5-63-1は2-5-6でいいかもね。あれ、調査やばい。あ、超えますよ。おい、3-1-2-5-6なんか、おい、めっちゃ買ってる。いや、でもこれでも1-2-3-4 今7点か。7点。なんか本番みたいな。どうしよっかな、かけ方を。でも軽めにかけるんですか。軽めに。硬そうなんですよね。電波ね、悪いんだよね、電波ね。そう、機長さんがふわっちでしてる。1-3-1-3-5-41-3-4-1-3-5-6か。向こうのとこ行ってますね。あ、全然大丈夫です。はい、全然、はい。1-3-5-1-3-4-1-5-3-1-5-6なんか1-3-4-1-3-4かな。1-3にいるかな。だよね。だから3-1の場合は2を入れるわ。3-1の場合は2を入れる。あざす、ラムネすいません。おっす、あざす。じゃあ向こうにいますね。はい、ラムネもらった。何分だっけこれ、締め切り。40分か、やばいな。1-3-5-4
し、だからここを13を本線に行くわ俺。で153156はやす、ここはねちょっとこれでいく。2はね、旗はねちょっと外してみる。インからの時は、3からの時は旗いるけど、アイス買ってよ。買いました皆さん、買いました。電化いけてます。これで1-2が来たらもう終わりだな。ここは取りに行く。初手で芋って来そうな気がしたから、いや買ってない。あ、買いました。見ます？え、見ます？あ、見ます。いくら買ったんですか？8万。8万？ちょっと早っ。勝負早っ。8万かけてんだけど。嘘でしょ。あ、でも1頭だ。1頭。1銭。8万。めっちゃ買ってる。これはね、ただこれが当たればいいわけですよね。当たればかなり余裕できるんで。確かに確かに。ライター借りてる。8万よ。
だ、軍曹何買ったんだろう。軍曹は何買ったんですか、うん、僕がですね、僕2万ですね。2万これです。123の23の、まあ、硬すぎるのかな、練習だから。練習です。もっと広げた方がいいんですかね。おつがつく場合はっすね。あこれだと当たってもいくらもなんないですか。12だったら2が絡んだ結構安いんで、136とかだったら今はまあそれなりにつく、ね、5万ぐらいになるってことですか。2が絡むとね、8万やば。10万キチョウさん絶対気づかないうちに30万以上かけてますよね。いや今日ね絶対そうなるから持ってきてないです。あなるほど、熱くなっちゃうから。セーブはい、3位以外はそこそこつく。スタートへこみそうだよね。でもそうだね、なくなったら軍曹に借りるわ。この紙がゴミとなるか。三頭狙ってる人多いね。結構平石が絡みそうなんだよな。売れてるね、結構。肩に刺される宮玉。嬉しくはない。いや、嬉しいけどスタートかどうかだよね。あとは本当に身が絡むかどうかは。いやそうなんだよ。いやワンチャン3号まくったらあるけどね。3号はまくった場合5頭もあるからな。赤目さん123買ったの。さあ運命の1です。ここで取れるか取れないかで変わります。レースです。いや3が肝だね、本当に。いや負けられないんだよマジで。今余裕ないから。スタートしますよ。ここ取れるか取れないかでだいぶ変わる。どういう人どこ行ったの。内側です。
頼むよ浜崎。1枚入れてるんでね、このレース。ここで外したら次のレースからちょっと芋引かないといけない。緊張するよ、8万は。とりあえずインがスタート切ってくんないと。マジ頼む。旗がへこめば3位置目。来た。まずは揃う。揃えよ、スタート。旗が悪くない、スタートがやばい。揃ってる。2が残ってる。やばい。2残るな。でも最内だからワンチャンあるぞこれ。4、外。内入ってこい。松茸。うわー厳しいか。132。うわー132か。あるまだある。よし入った。入る。中内行け。内が入る。バカ、なんでだよ。あー邪魔した、もう最悪。もうはいいな。でもうわ惜しかったよ。 さっき内側させただろう絶対。バリバリ本命やんこんなの。ゴミが軍曹当たったじゃん。2万プラスぐらいじゃない軍曹。よし素晴らしい。当たった。5000円だから2万プラスぐらい。2万プラスぐらい。ちょっと勝てました。外れた。あ、ダメでした。2は外してる。あ、なるほど。1、3、4と5に2万いってたんで。なるほど。2は外してたんです。その後ろが4だったんですか。そうです。じゃああれが2が消えてたら、あれで30万だった。え、だって10倍以上ついてたから。来ました。じゃあこれで4万になったんだ。ありがとうございます。余裕できた。ありがとうございます。余裕ができましたね。これでもう30万負けはなくなった。8倍だから。そうだ。やった。お茶ばかありがとう。ドンピー。ありがとう。一番人気か。あ、2番人気だね。あ、もう一番安い目だったんだ。132って。2番人気800円。5000円勝ってたんで。あと残金22万。ひとつさん、8万行き過ぎですよ。いや、これ取れると思ったんだよ。8万行き過ぎですよ。一レース目から。4が指してれば、バカ。よし、あんまり喜べないな、機長さんが隣で8万負けてるから。いやいや全然喜べないんですけど。これから運送だって26万使うんでしょ。あと28万っす。28万あと28万。次8万いっちゃおうかな。まず練習を見て 16.7 倍か。だったら、もうそれでプラスだった。今日134だったら30。え、もし今2を蹴って4入ってたら30万になったんですか。34万ぐらいだから。やば、もう勝ち確してた。確かに。そうか、勝ちが30万超えた時点で負けはないんだ。負けないですよ。吉野さん次16万かけるんですか。今日も優勝戦できなくなった。確かに、あと3レースあるから。
確かに。よ、とりあえず一勝しました。筋映像か。あ、来た来た、これ練習。練習。俺でも8番いってもいいけどな。8、10、10で。ああ、8、10、10。ありですよね。優勝戦10残しておけば、はいはいはい、まくるようなかけ方すれば。あ、競馬はルメールだったんだ。俺が予想した通りだった。やっぱルメールだよな。結局ルメール。一番人気かルメール。辻優香は藤原。競馬買うならルメールって言ったもんね。すごい。モーターはどうなんだこれ。そうだよ。あ、二番人気だったんだ。くっさー。二番人気か。ルメール二番人気。今のじゃカチカチってことですよね。カチカチです。カチカチ、大カチ、大カチカチ。でもカチカチでも買い目を広げてないからプラスだったんですよね。そうそうです。買いすぎてたらってことですよね。鳥紙になっちゃうんで。ですよね。そういうことなんだ。モーター的には1回。これでもこれで俺はこの後全部負けても26万負けたわ。4万残ってるから今。そうだ。30万負けは回避だもん。30万負け回避しました。あ、今1、2、3買ってた。でも8倍でも馬鹿にできないですよね。もしカチカチで10万割っといたら。だって80万だし。そんなわけ回避する人いないか。いるのかな。いや、いますよ、金持ってる人は。6なかったね、全然なかった。まあ一応逃げの6でしたかね、逃げの6。さあ来た。だから音わからないですね。音なんかエンジンの音がどうのっていうこと。あ、でもあれ見ると一番調子いいってことですか。あれは一番最初の線がスタートラインだからちょっとはみ出ちゃってると。あれはアウト。本番だったらアウト。アウトなんだ。なるほど。あの線を目標に来るから、うんうん、ギリギリのとこを攻めて、はいはいはい、そこに合わせたらめっちゃうまいっていう。あ、出身地も書いてあるわ。広島とかそういうのも大事なのかな。地元だったら東京とか。地元はな、スタートは失敗しにくいみたいな。5番東京だぞ。佐賀が強いんだ。さあ、ここからバラバラで一人ずつ紹介。1番がいいなとか、キレがいいなみたいな。回った後、加速がいいかとか。決まるんですね。大体トランでももう決まったよっていう。事故さえ起きなければ。よし、なんとなく決まりました。決まりました。僕は勝ちがいい、勝ち勝ちがいいんで1頭でちょっと心がずらしてみます。5番気になる。福島ね、ちょっと壊滅技増やそう。1頭で次も厳しいかな。4レース連続1頭で来ることもあるんですか。いや、全然ありますよ。全然ある。いくら買うかだよな。あとな、6万ぐらいでしょっか。6万。6万。機長に乗っかるのもあり。機長さえ乗っかったら8万なくなってる。なくなってた。乗っからなくてよかった。乗っからなくてよかった。乗っかってたらやっぱ1頭ですか。いやー、2が気になるけど。2が気になる。スタート次第ですよ、マジで。本当に僕はまくりいくもんね。あ、勝ち分は最後に交換するんです。勝ち分は、まとめて、ね、勝ち分はとりあえず30万を使おうってことだから。
なんとなく決まりました、機長さん。OK です、わかりました。8万。じゃあまた買って、買って戻ってきます。適当にここら辺で、はい、じゃあ買ってきます。はい、どうしようかな。1がね、湯川がね、直まくり行けるほどのモーターなのこれ。ぶっちゃけこれは外したら結構痛いよ。出足と伸びはいいって書いてあるけど藤原はね、2着ないわ。まあ、直まくり俺ないと思うな。だって辻のモーターもいいでしょ、16号機って確か。スタートミスると思わないんだよね。山口はターンはあんまりよく見なさそうに見えたけど、展示タイムどっちが出てる？ねえ、モーターがいいもんね、今見たけど。1,2,5 がね、大本線。これは穴は狙えるレースじゃなさそうなの。2頭で狙うのもいいけどね。懲罰モーターなんだ、やっぱ。差しろ、もう125あるよね。ほら、あ、それ一番思ったんだよ、展示見て。21差しろ2001。これ5よく見えたんだけどな。3より全然5の方がよく見えた、藤原より。僕はね、いや、刺しに行きません。でも辻のモーターが懲罰だったら、ここはね、点数絞って買うわ。いや、負けてる、8万負け。握ったらやばいけどね。握ったらマジで1号の目とか出てくるんだよな、そうなると。コースからね、コース握ってくる。これ135だな。135じゃない、125か。優勝戦もまだやってる。ダンス入れよう。
152は決まったんだよ。ニヤ玉を入れるかどうか、あとはここはちょっと抑えたいんだよね。勝負するレースではないと思う。ぶっちゃけ。多分猪木だろうけどね。
4点に絞ったのは、割れそうな気がしないんだよ、ね。おっ、買いました。買いましたよ。今回絞りました。お、あ、違います。絞りで。僕はですね、もう最後入れちゃった、落としたら怖いの。入れちゃった。これですね。分数が1、2、3、結構買ったつもりです。あ、でも似てるかも。あ、本当ですか。1、5、2、3、1万で、あと1、2、4、5だから似てる。あ、4入れてる。3切ってるんですね。3切、あ、3入れてるんだね。1号だけ。似てる。ちょっと似てる。似てる。で、それで3万で合計5万使いました。あと25万。あと25、まあ、最後にドンといこうかな。ああ次も5万ぐらいにして、最後も20万をこの本の一発勝負で。了解です。またじゃあ、そうでいきます。はい、すごいの6号というか、まあ、広めにはちょっと買えないかな。1が1着、いや勝ちではない。怖いけど。うんこはまあ何回かあったし、店も行ったけどね。いや次ぐらいで荒れてくれればいいんだけどね。ドンピーに行ったよ。勝ったらネトプリと合流するわ。あと12もあるしな。お待たせしました、レモンサワーです。お次のお客様どうぞ。お茶ください。はい、200円です。あ、お茶、ごめんなさい、お茶なんです。じゃあ、なっちゃんでいいや。はい、リンゴジュースで。はい、お待たせしました。はい、ありがとうございます。お次のお客様どうぞ。11レースであれ狙い行くか。いや、今日はネトプリが留守番してるから。電波悪くなっちゃうかな。中ダメですね。今切れちゃったんですよ、中入って。で、今日は軍曹の携帯が盗まれるとこまでが、あー、なるほど、今日の企画ですね。僕の携帯がなくなるところまでが。確かにワンちゃんいるかもしれないから。しおさん、もう一回見てもらっていいですか。買い目、みんな機長さんの買い目も貼っといて、俺の枠に。あ、いいですか。1241251512153、各2万買ってるのもある。125が大本命なんですよ、僕の。2万買ってるの。125、あ、でも同じの買ってます。だいぶ絞りました。買ってます。買ってます。これ結構オッズ高いんですか。15倍ぐらいだったかな。15倍ぐらい。123がやっぱ売れてるんで。123が8倍だって、さっきと一緒だ。132が9倍だって。紀藤さんの買い目これ。え、もう残りなくないですか、お金。今13万ですか。あ、でもまだあるのか。17万あります。頑張ります。ありますよ、まだ。ありますよ、まあと17万ありますから、まだ取り返せます。そうか、17万。1回当てればね、
振り出しに戻るから。そっか、2万それ取ったらまた振り出し、むしろプラス、プラスだから。すごいな、やっぱ夢ありますよね。ストレス落ちても次でちょっとちゃんと取っとけば、取れば3回に1回ぐらい当ててれば大本命狙いじゃなければ。なるほどなるほど、3レースに1回取っとけば同じ額ぐらいかけとけばまあまあどうにかなるんだ。だから3レース落としちゃうときつい。いや、きついです。もう多分投資金額今日決めちゃってるから。イチゴはホームランやね。ホームラン僕でもやっぱ固めですよ、多分固め。ダメ、じゃあ頭で絞って、あ、これじゃん、これさっきです。あ、800ナイス、ありがとう。ここはできる、ね、当たり船券なくしました。いや、当たりはあるんですけど今買ったやつも。あったあった、危ない危ない危ない、ちょっと入れるとこ決めとこ、怖っ。普通にだって3万円の価値ありますからね、レース終わるまで。ありますよ、まだ分からないですから。何ですか、すげえ。だから出したりしまったりしない方がいいんですよね。そう、もう入れといた方がいい。さっき4万的中しました、そう、4万円。もう開かない。どうですね、ハマりそうですか。いや、楽しいっすね。だからお酒飲みながらやったらもっと楽しいのかなっていう。ああいう席がいいのかな、出れないから。声も出せないし、配信でやるなら確かに、確かに外の方がいいですね。まあ、天気にもよるんだろうな。雨、天気悪かったらみんな中に取りたがるとか。あれでいくらぐらいなんですか。いや、1000円とか2000円とか。あ、安い。で、上がVIP。VIP だ。上が1万とか。いい席はモニターがついてるんですよ、一人一人。すごい。あれが見れるやつ。で、中で買えるんですか、そこで。中でも買えます。そこで買えるんですか、上で。上で買える。まあ、楽。それも楽。それも楽だ。VIP ね。中でも座ったまま帰るっていうのは。レンちゃん、分からん、連絡ない。あと思ったより人がいますね。優勝戦だから。あ、普段はもっとスカスカ。日曜日だし優勝戦だから、平日の普通の時は そこまで。普通にもう結構埋まってるもん。確かビッパー飲み物飲み放題。どうせビッパーやるなら早い時間かかるのがいいですよね、短い時間じゃなくて。まあ結局値段は一緒だから。ですよね。何時間だろう。だから空いてないんだろうな、優勝戦時とかも。早めにみんな来るから。電話投票。それ始めちゃうとでもキリないんですよね。いや、やっちゃいますよ。ですよね。ぼーっとしてる時に。だからパチンコしながらやっちゃったりとか。2万負けた時にじゃあ協定でちょっと取り返そうかなみたいなのをやっちゃうので。ですよね。それがあるから。まあ現地買いだけでいいんじゃないかな。ちなみにもう先の予想も立ててるんですか。いや、まだ。でも次で勝負しようかなみたいな、優勝戦じゃなくて。あ、次の方が次で自信がある。浮いた分は浮いた分で、勝ったら突っ込んじゃおうかなと思って。ああ、すごすぎるんだけど。すごすぎる。せっかくならこういう時だから。ちょっと帯狙ってんだな。狙い、だからこのレース次で増やして。次がどっちかというと本番みたいな。次荒れてほしいな。11レースが荒れそう。次のレース荒れそう。ここは取りたい、マジで。次機長さん自信あるって。次のレース俺乗るのもありですよね、別に。自信があるって機長さん。ちなみに何番ですか、次のレースは。いや、インが飛ぶんじゃないかなと。ありじゃん、コースが飛ぶ。それは参考程度。何番ですか、11レースは。から5番。5番。5番。大荒れ。3と5が絡む。どうだろう、5番。まあ展示見て決めますけど。今のレース機長さん乗りたい。今
番の1245を、1523。1245、1523。おお、マジだ、マジか、うん、それだけでも助かるわ。5を入れよう。次、じゃあ京都はもしかして次5を頭にしたりとかするんですか。だから安めだが、満州だったらまあ1万かけてなくても3、4000かけてても、それが3、40万になるから、そういうことか、それを狙うか。次5だ。この次の次の次10レースなんですね。11レースが機長さん自信があるんで、基本優勝戦って大体1が来るんですよ。成績がいい方からインコースになるから、なるほど、内側に入るから。カチカチになりそうだけどな最終。あ、機長さん、はい、はいはいはい、はい、あのモニターって映しても大丈夫なんですか。特にこの撮影の範囲で映る分には自分を映す分には、あ、勝ちました、ありがとうございます、ありがとうございます。モニターいいんだって全然。あ、いいんだ、モニター OK だって。一回ね、天然ストレートさんが平和島でやった時に、はい、うん、転覆艇を映してたんですよ。そしたらバンになっちゃう。あー、そういう事故だから、へー、映すな、そういうのだって変な話、死ぬこともあるわけですよね。いや、ありますよ。ですよね。それを映してるのはだって良くないよね。怒られて、怒られてない、全然怒られてないですよ、ね、気をつけてください。撮影は全然問題ないですし、あの、あれのお客さんだけ気をつけて、で、モニターは OK だって。モニター、まあまあ電話も鳴ったんだろうね、電話もね。いいじゃん、モニター見えるかな、ちっちゃ、なんとなく見える。長いんだよね、ちょっと。あと3分。配信者、みんなギャンブル好きですよね。みんなやってるイメージ。配信会とかでやってますよね、結構。いや、まあ、今日はね、今日荒れてるらしいけど、さっきは荒れなかった。やっぱり。残り2分。ここで取らないと俺はちょっとマジでやばい。ちなみにちょっと雨降ってきましたね。あ、風も吹いてきてる。これぐらいじゃ関係ないですか、風。そうでも、うん、風速多分 1,2 メーターぐらい。江戸川はもっとひどいですよ。もうバンバンなるから、ボートが、波が、波、川だから。これでも綺麗ですよね、まだ全然波立ってない。全然穏やか。いいな、あそこの。またちょっと僕の解明、皆さん貼ってください。あそこのマンション住んでたら来なくても生で見れんじゃんね、毎日。1235235。いいな、うん、ベランダから協定できんじゃん。雨強くなってきたな、ポツポツ。羨ましいな、こんなとこ住んだら。向かい風は外有利、追い風は陰有利。向かい風は外有利、向かい風だね、今ね、多分。追いっすね、追い。スタートの方から風が吹いてる。ですよね、こっちから吹いてますね。追い風、スタートの方から吹いてるから。あ、締め切ります、締め切ります。雨が降ってきた。1,2,3,5,2,3,5ね、誰を応援してる人ね。1番と5番、1番と5番。向かい風は外有利。スロットのホッパーエラーみたいな音するこれねこれ1,2,1,2,3,4 扉が開いてます。大きったかりんごお呼びください。来た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 。いや、負けて吠えるんじゃなくて当たって吠えたいよ。ビゼロでね、大音量で当たって吠えたい。まくりやすい向かい風。これぐらい舐めたら全然関係ないですか。全然視界悪くないんで。
もうずっとスロット脳内の頭が。始まるぞ。あっち打つし。いや中アレでいいんだよ。1号ぐらいの中アレでいいんだよ。貴重さん1日レースで6、1着とかあるんですか？はい、ありますよ。全然全然ある。 ありますマジ。逆に6にめっちゃ強い人でいいモーターとかだったら6がめっちゃ売れる時もあるから。そういうことか。いやここで当てない。ノーヒットはきつい。さすがに軍曹は1回当ててるから俺ノーヒットはきついわ。一回当てないとね、まず。第10レース。特別選抜。これ何でしたっけ？ 1、2、3、5、2、3、5。1当たり。1飛んだら終わり。1、2、3、1と1、2、3は安いですよ。なるほど。うん、1、3、5とかだったらもう。まあ10倍はつくんで。5000円でしょ。5000円です。じゃあ5万ぐらいになるのか。あ、6だっけ、俺5だっけ、俺なんだっけ、6か。あ、ちょっと6でした。6、あ、6 自分の買い目が分かってなかった。それ入ってるかどうかはこっちで見た方がいいかもしれない。液晶で。1、2、3、5、2、3、5。1、3、5。暴走、確かに暴走だ。始まります。始まるよ。残りレースまで50秒。ここに書いてあるじゃん、右上に見える、これ右上。残り42、41。とりあえずスタートだけ頼むわ。湯川に越されんなよ絶対。34、33。さあ始まるよ。ドンピー言わして。ドンピー20、20、19、18、17、14。始まるよ。スタート大事らしい。スタート、へこむなよ。湯川が遅れてないか、ちょっと大丈夫か。よし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 、これだったらいける。遅れない、遅れない、遅れない。いいか、いけ、いいのか。どうですか、機長さん。124、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 124
からん。3いらない、3いらない、3いらない。どうなった？ちょっと見えないな。白。うわー、123だ。緯度しかよ。1落ちた。つまらなすぎるこれは。おお。入ってる。123だよ。123ってるよ。3いらないよ。マジでつまんないんだけどこれ。なんで来た瞬間にカチカチになるんだよマジで。だるすぎマジで。123ですよ。一番人気。だるすぎマジで。8倍。もう1刺されないのこうなったら。だるいわ。これ刺されないの。123も安いんだって。4より6の方が良かった。後ろはもう離れてるからこのまま決まるっぽい。だるすぎ。2回連続8倍じゃん。あ、7.8倍。あ、もう買ってんのか。あ、当たりました。123 123を235で買ったんだ。
あ、6が来た。あ、でも3だ。6来た。6が来たぞ。2連勝、7.8 倍だから。マジで。いくらだ。つまんねんだよ、平和島で猪木とか。5000×7.8 は。5000円買ってる。はめてんじゃねえぞ、この野郎。2連勝した。いくらなんだ、7.8 だと、5×35、5×35、5×35、5×35、3万9000円か。3万9000円だ。投資が3万です。あ、9000円プラス。あ、若干プラスか。だから全部で7万9000円買ってます。当たりました。紙ってはないってこと。だからトータルすると僕でまだ2万9000円ですよ。あ、そっか、プラスね。トータルするとまだ2万9000円。きついわ。1万5000円で買いましたってことは10万ぐらいなってんの。ジョーさん、カチカチでいきましょう。もう残りカチカチじゃないですか。いやー、2連勝ここで荒れてもらわないと。紀藤さんも荒れ待ちですか。荒れ待ち、もう荒れ待ち。あ、だからなんて言えばいいんだろうな、その全部で25万を使うんで、その価値は2万9000円だけど、7万9000円はこれまで使ってないからね。最終的にだからこの価値が30万超えればいいんですよ。次荒れそう。視聴者次荒れそうだそうです。次狙います。次。あと17万しかない。見といた方がいいのか。これ下出でから買うから俺。見といてよみんな、俺下出たくやから買うからね。視聴者さん5番でしたっけここ。これは5番狙いで。5番狙い。11レースは一番人気でも16倍やろ。本当だ。荒れるんだ。僕好きなんですよ。外側から。はい。スピード重視の調整にして得意なんだ。大まくり狙う。なるほどなるほど。レーサー好きなんですよ結構。勉強になります。ここ頭に入れよう。1号頭にしようかな。1号頭俺5から買う。どうぞコメント欄で機長さんの悪口やめてね。あのモデレーターの方バンバンお願いします。せっかくこうやって機長さん誘ってもらったからこの配信ができてるんだ。一人じゃ来てないから。外側だな、外側バンバン軍曹いるよ。3、4が地元。でもこの買い方だと僕、機長さん帯無理ですね。帯は投資が30万だから、どっかでちょっとつくところで狙わないと。次10万ぐらいいっちゃおうかな。だから10倍に10万とかね。はい、10倍に10万。でも3番人気ぐらいなのかな、10倍だったら。ね、多分そんなもんですよ、多分。次10万いっちゃう。まだ早い。5万にしとく。どうする。でも今調子いい時に行っといた方がいいんじゃない。いや、これは紀藤さん5番一番後ろですけど。ちょっと紀藤さん、トラップの可能性もあるんで。わざと5番一番後ろだけど、紀藤さん相手に油断させて。なるほど、油断させてるんですね。なるほど、まあそういうことか。わざとね、ここで流して。なるほど、逆にか。5番あるよね。あ、じゃああれ知ると跳ねとる。2度ある。2度。次も5万、お茶も5万から、下出から買う。そっちは面白い。10万、15万平和島で5万6個したらまくってくるのあるから。じゃあ、おっちゃん乗るわ。じゃあ下出から買うわ。今どう、あのわざとやったりするんだ。福井の先生、平和島の先生、何とかするんだ。平和島の先生、何とかするんだ。平和島の先生、何とかするんだ。そういうやり方だ。Thank you.
ツが美味しいね。キャベツ美味しい。1231231にするかどう？それだったらどう？1頭の235235と5頭の231231。やばいよこれ外したら。でも自分の勘今合ってるからね。それにしよう。ちょっともう決まりました。決まりました。ちょっとゴーアの買わせていただきます漏らしていただきます俺、はい、に乗ってごめん、ごめんよ、まだ終わってないからでも。はい、買いに行きますよ。あ、じゃあ携帯置いとけるし、ここ置いといていいですよ。あ、今書いたら、あ、書いたら、はい、確かに全然伸びてないんだよな。全然伸びてないんだよ。だよね、準優で不発だったんでしょ、チルト2度。5番かわしといて自分はかわないっていう作戦でいくか。それでいくか。まずは負けさせて4も良さそうだったんだよね。
下出拓也はチルト2度に跳ねて準優勝戦大不発だったらしいよね。スタート天井伸びてなかったから小頭で買うんだったら伸びてる4と6狙ってもいいかもね。それでいこう、小頭は買わずに。これも心理戦だからね、心理戦。買ってきました。買ってきました。じゃあ俺4から買うか、みんな4から。え、4入れるんすか。これ6万買っちゃったんですけど。6万、あ、これ来た、でもこれ来たらでかいわ。5123と1235235。でかい。あ、じゃあ最終レースで残りだから、19万。19万。うわ、買ってきました、買ってきました、買ってきました。5頭の123123と1頭の235235で計6万円。ちょっと書くわ、これもうちょっと飛んでっちゃったら困るから、だから残り19万。いや、4っていう数字があるんですか。残り19万。よし、逃げもね、結構つくんで。え、待って、え、貴重さん5じゃないの。5じゃないです。ちょっと待って。さっき5って言ったから5にしたんだけど、俺なんか色々4なの。いろいろ見てたら気 マジかよ気が変わっちゃって。次のレース自信があるんですよ、5ですよって言って先買っていきますねって戻ってきたらやっぱ4でしたわ。やばい、やばすぎる。ちょっと待って、貴重さん、やばすぎる。それはそれ、それずるいでしょ。嘘でしょ、本当ですか。いや、4がいいなと思って。いや、5もだから4がいけば5も絡むんですけどね。5はスタート次第な。いや、もう今買わない、今もう買わない。いや、心理戦って言って俺を騙しても仕方ないでしょ。心理戦って言ってさ、俺を騙しても仕方ないじゃん。これどうやって立てるんだろう、これ。あ、これ、あの、いいですか。はい、これを。これか。じゃあこれ、じゃあ僕も買ってこようと。ゲス、いってらっしゃいませ。でもここ5来たらマジででかいですよ、5来たら。でもこれ5来たらやばいですよね。逆に貴重さん、ありがとうございます。あ、まあ、全部満州だ。5123152とか来たら、帯、帯、え、5000で、ちょっと100倍つか、帯すぎない。5頭で帯、いきなり51だったら、まあ5、60万だけど。あ、それでも52とか531とか。そんなの買っちゃったんですけど、これじゃあ穴ですよね、完全に。帯狙い、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 帯狙い。いや、ニヤニヤしちゃいますよね。今でも2連勝中なんでね、頑張りましょう。2連勝中。いや、ちょっと騙されましたね。これだからさっき貴重さん、次のレース自信があるっつって5って言ってたから買っちゃったんだよな。うん、あと2レースしかないから。でも1頭の235235も買ってるから。あ、そうか、こっちで153とかくれば全然抑えられますもんね。6万穴買っちゃったわ、穴。いけるかな。いや、セクシードビー2回来てんだよ。 今2連勝中ですね。2戦2勝。2ドンピー来てるから、2戦2勝。お頭なら最低で142倍か。じゃあ、70万もなのか。あ、512とかでってことですか。でも可能性は、いや、なんとかない。スタートみたいに詰まってきて、風吹け、風、大風吹け、大風、大風、大波。これ何やってんすか。ゴミ拾ってんの。ゴミ拾ってるのか。123だったらガミルってことですか。123
さん、いや、今回ね、インコ123でも17倍ついてるから、もう1が5、もう1、3、あ、バカ見らない、6万なんで、123でもいいんだ、あんまりそんなにインコースが売れてないっていうか、大風吹け大風塾長さん買って戻ってきたらここ行ってこよう。絞りました。絞りたい。次のレースが何時ですか。結構遅いのかな。54分、あと14分、あと14分。雨はそうだね、パラ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 、雨パラパラ。チルト跳ねてるのにないとは言い切れない。チルトって何ですか。だからチルトをあのなんか調整で伸び方重視にするか操縦性重視にするかって直線を伸ばすか、コーナーリング技術を上げるか。だから外から狙う人は直線狙い。なるほど、グッと差し込んじゃえば。でもさっき一番決定したけどね笑ってるもんな。いや、あれが決まれば。あ、なるほどなるほど。マジであるっす。でも分かんない、本当これで当たっちゃうかもしれないですよね。まあ、でも大外から1着結構取る選手だから。なるほどなるほど。過去にそういう経歴というか実績あり。実績あり。貴重さんまだ選んでます。まあここにいるからまだ選んでる。貴重さんまだ選んでる、うん、インコース次第なんだ。まだ選んでます。4入れるんですか。4入れます。めちゃくちゃ汚くないですかこの地面。みんなこれ唾吐いてんだろ。プップップップ。汚ねえんだけど、なんかすっげえ汚い。ここみんなここでタンツバ履いてて、負けたらここでみんなみんな完全タンツバ履いてる。力翔さん5を切るんですか。入れないですか。いや、3着には入れますよ。あ、3着に5を入れるんだ、うん、1着はないかな。なるほど、なるほど。1着はないかなは悪い2着はあります。2着は全然ある。誰かが攻めたら、4が攻めていって、ここもついてくるから。やってる、ずるいな。ちょっとやられたな。でもこれで取ったら貴重さん感謝ですよ、僕は。確かに感謝。いや、これで協定はまってしまう可能性ありますよ。ちなみに僕はあのドンピーさんじゃないですからね。軍曹ね。名前は軍曹です、うん、ドンピーさんじゃないです。4が、ね、雨強くなってきましたね、貴重さん。雨が、そっちの階段のところに雨が強い。4がスタートで突き抜ける可能性あるかな。ここらへんしときます。あ、屋根の下だから。まだ次はい、先ほどごめんなさい、多分あの別のものかお声掛けさせていただいたの。言っていたのが、まあ、その営利というかで、あの、まあ、YouTube の広告収入とは除きますよみたいなのなんですけれども、はいはい、なんか法人としてこう会社としてやられてるようなものになるでしょうか。個人的ですね。あくまで個人としてのもので、はいはい、ただ収益みたいのはありますね。その投げ銭というのがあるというか、はいはい、見てるので、視聴者が見てるだけで収益になる YouTube とはまた違います。あ、投げたい人が、別であるよっていうことですよね、はいはい、その投げ銭というのが別であって、はいはいはい、でただあくまで個人でやられて、ね、その投げ銭というのはまあファンというか、あ、そうです、視聴者のファン、投げたきゃ投げるみたいなしっていうことと、はいはい、まあ、その、まあ
ちょっと、そのツイス、ツイキャスの方を見たら、はい、なんか法人の何でしょうアカウントみたいなのもあるみたいで、そういうのではないという、はい、僕個人のアカウントです、はい、自分の名前の、はい、そうですか、分かりました、ちょっとその確認だったので、はい、申し訳ありません、はい、何度もお邪魔して、はい、はい、引き続き、はい、ご配慮いただきつつ、はい、どうぞよろしくお願いします。すいません、お邪魔しました。お願いします。やっぱり気に食わないんですよね。お二人が負けてたら電話ないんですよ。タコ負けしてたらもう30万なくなっちゃったとか。そう、大丈夫だ、もうちょっと電話やめてください。もう今聞いた通りなんで。あ、行ってきてください。はい、見張っときます。相沢っちゃ何なの？相沢って相沢って何なんだろう。相沢って人が電話って、相沢って誰なの。軍曹は1500人中1485人が、多いな、多いな。なんだよそれ、多いだろ、多すぎるよ。相沢機長好きだから仕方ない。機長さんのファンがいるんだ、そういう相沢さんちゅうのが。だって俺こうやってたらおかしくない？こうする？これはこれでおかしくないですか？こうやって足閉じてたら、足閉じてたらこれはこれでおかしくない？これの方がいいの？これでいいでしょ別に。じゃあこれ高さがね浅いんですよ、ここ。このね下が浅いから、もうちょい深かったらこんな広げなくていいんだけど、浅いんだよね、ここが20センチぐらいしかないから。長さんの解明まだだね。騙されました。5番とか言ってたのに5買わねえとかなんか言ってるし、5頭じゃないですよって。ウケる。3頭だぞ。あ、養分いらっしゃい。3頭って何が3頭なの。絞ってんの、養分絞ってる。俺の解明ちょっと貼るか。なんだっけ、機長さんの買い目もね、買ってコピーした方がいいんだよね。とりあえずこれが僕の買い目ですね。これコピーしておいてくれたら、本線23234234、お守り456565、押さえ12334、買いすぎじゃない、そんなに買うの。あ、3頭にするってこと。あ、3頭じゃなくて3番を頭ってことね。3頭ってことね。そういうことか、深っ。そうか、3が1着とかも全然あんのか。今機長さん馬券買いに行ってます。もうでもあれ、もう49分だからね。次は54分だぞ。54分ホームセンターに売ってそうな時。タグホイヤーってやつです。タグホイヤー、タグホイヤー。あ、馬券じゃないです、船券か。船券で馬券って言っちゃない、失礼な、わかんないけど、わかんない、ダメなの馬券って言っちゃう。みんな雨降ってるからこっち入ってきた。
あ、プライドがある。じゃ船券って言おうよ。じゃ船券。船券。馬じゃないか。確かにね。確かに。ちょっと待って。全く同じコメント流れてる。全く同じコメント。馬じゃないからね。わらっていう。同じコメントが。俺、なんか機長さんあれだな。表面上は馬券じゃ船券で買ってて、携帯で買ってそうだな。裏で買ってそうだな。わかる。あ、多めに。あ、買ってそうだな。なんか企んでるよな。言ってたもん。あの、言えないぐらい負けてるって。言えないぐらいだよ。言えないぐらい。ちゅうことはもう1000万を超えてるわけだから、言えないぐらい負けてる人が30じゃ収まらないかもしれない。俺は正直次のレースドキドキしてますっていうのは、今日一番買いだから、6万買ってるから。で最後僕19万勝負、今は6万円このレース。買い目は出さないとみんな間に合わない。確かに買ってきました。機長さんにも乗りたいって人がいるんで、馬券じゃ船券を。これはね、センサーと全然違う全然違うんだけど機長さん1441で折り返した。1441頭、いろいろ吟味した結果で7万、これで残り10万、残り10万、僕残り19です。あ、すいません。ラストで機長さんが412、413、416、416、あ、4162個あったんですか。あ、間違えてる。416 2万買ってる。5入れ忘れた。5、1個も買ってねえし。これ5入れようとした。5入れようとした。ちょっと待って、5、1個も買ってないんだけど。あ、これ同じの2個買っちゃってる、間違えて。でもこれ来たらやばくないですか、416って。416は帯、2万だったら帯。ちょっとタバコ行っていいですか、行ってきて、はい。ほんま機長さんに任した方がいい。ここでパッと行ってきちゃいます、はい、また時間あるんで。いや、5が来る可能性あるからね。お頭なんか買うわけないじゃん、全然ダメなのにね、皆さんお頭なんか買わないよ。順位全然ダメだったんだから。いや、つまんないけど、ここで当てないと負けちゃうんで、軍曹の勝負。養分が来てた。三頭中野次郎から売れてたけど、3コースから1着1回取ったんだよね。いや、416も買ってんすね、間違えて。4120、1420なんだけど、416だけなんか2枚買っちゃってる。いや、450じゃない、間違えた。違う、他の人が落ちたらまた来ちゃうからさ。中野次郎から買った。いや、これで5が来たら逆に感謝してほしいよね。これで帯取ったら、お頭来た瞬間ほぼほぼ帯だから、スペシャルミラクルドンビーだよね、こう来たら。あと1分、まああと2分後ぐらい、全然間に合う間に合う。こっからまだ時間かかるから。されたな、こう。いや、まだ分かんないですよね。すよね、絡めばいいんですよ、3着でも。3着でも絡んでくれれば。設定はい。
お化けする可能性ありますからね。まあ行きます、まあ、行きますか。まあ行きましょう。三頭が結構人気みたいで、アナトからはこれ全敗。優勝戦はでも早めに場所取りしないと、ね、前にいないと。牌目は412サロ、142サロ。スタートで5が飛び出した瞬間に軍曹の帯チャンスが、なるほど、大飛び出しで僕が1、2、3、4、5、これをちょっとみんなコピーして、これコピー、うん、これコピーして、これじゃあ手ぶれは今打ってたから文字1はね、なんだかんだ刺されても2着に残すんじゃないかなという予想でございます。でもこれ手ぶれつければいいんだ。手ぶれつけて、今手ぶれつけた。さあ来た来た来た、出ない。五号艇はゆっくりと外側に。あ、ほんと手ぶれ、今ズームしたの手ぶれ。一が逃げたら、まあ、奇跡だね。そんな位置来ないですか。いやーなんかあんまり良くないみたいで、この雨は影響しますか。でも抑えてるんでしょ。1、2、3、2、3勝てます勝てます、ね、1、2、35万どこいった。まだ始まってないよ、まだ始まってない。残り53、右に書いてあるでしょ。51、50ありがとう、たくちゃん。さあ、どうなる。千代さん、頭1-4でしたっけ。1-4だけです。1-4え、もう端っこ行っちゃってる。いいんですよ。いいんですか、うん、13、12。さあ、5番のスタート、行け、ほら。悪くないぞ、悪くない悪くない。5が行ってない。そうでもない。悪くないのかな。あ、行った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 、行けほら、軍曹帯だ、これ行けほら、5番、100万、100万、100万、521、行けほら、100万、100万、100万、行けほら、100万。あ、4番来た、4番来た、4来たらやばい、4来たらやばい、4来てる、4来てる、4来てる、軍曹帯だ、行けほら、5番行っちまえよ、やばい、どこ行った、5番、見えない、見えない、521、帯だ、なんで、なんで、決まったの、521だったら、5が刺されるかもしれない、521だったらないけど、マジか、1、2、5、1、2、5、1、行けほら、行けほら、おい、行けほら、5、行った、行ったか、行ったか、行った、行った、おいしょ、ほら、見えねえ、どうなってる、見えねえぞ、見えない、見えない、どうなってる、どうなってる、100万取った、100万、嘘でしょ、100万いった、嘘でしょ、200倍あるもんだって、200倍あるぞ、ちょ、見えないんだけど、どうなった、521だから、持ってる、521、521、変わる、変わるか、3来てる、3もあるもんだって、3もある、もう一周、もう一周、521、さあ、これでもいい、これでもいい、行った、行った、決まった、決まった、もう大丈夫、もう大丈夫、も
204倍、100万、100万、100万、マジ100万、マジ100万、5、1、3でもいいんだよね、俺。いい、いい、いい。いけ、ほら、5、本当に、視聴者ありがとう、視聴者ありがとう、勝ってるぞ、爆撃だわ、何番だった、5、5、1、2、5、1、あ、5、2、1、5、2、1。どうなった、どうなったんですか、今5、12か521どうなった、どうなったんだよ、5 52だったら100万、51だったら100万じゃない、どうなった、最後見えなかったな、5は勝ってるぞ、512勝ってるぞ、521でもいいぞ、51はあんのか、あれ、いっただろ、どうなった、え、これ512、512、何倍ですか、何倍だ、140、521？ どっちで決まった？何倍だ、ほら、判定中、判定中だ、判定中、判定中、審議あり、あ、でもそれでも512だとしても80万ぐらいになる、どの道80万、80か100かどっちか、5000円買ってますね、あ、521、100万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 、嘘でしょ、本当に伸びた、伸びた、嘘、伸びた、伸びた、セクシードンピーすぎる、マジ、やったよ、100万、やば、ビギナーズラックで帯取ったよ、やば、市長さん、ありがとうございます、さすが、ありがとうございます、え、100万来たよ、帯取った、え、嘘、本当 に、ちょっと買ったかな、もう一回確認しとこう、本当本当、あと普通の機械じゃ、ほら、え、140倍下がってる、140倍80万ぐらい、おオッズ下がってる、ちょっと待って待って、70万ぐらい、70何万か、70万か、いや、とってすごくない、70万、うん、あ、買ってるわ、ほら、5、1、2、3、ちょっと買ってま す、買ってます、完璧、もう3連勝しました、俺はね、生配信してます、俺はね、軍曹にその様子を教えて自分買わなかった、いやこれいくら買ったの、72万、やば、そうするともう80万なんですか、80万勝ち、あ、80万、80万9000円だ、あれ、高額払い戻し行かないと、やば、80万9000円、セクシードンピーだわ、なんで買わなかった、これは、いやー、来ないかなと思って、セクシードンピー、あー、僕はね、負けです、あーす、負けです、やりましたあー、やりました、僕はもう負けです、今11万かけて80万、今70万買ってる、今で、うん、今、で、次最後19万かけるからね、機長さん、ありがとうございます、最後全部行きましょう、ありがとうございます、80万いきましょう、いや8万いかない、全部いかない、19万全部、19万いくやったぜ、え、市長さん、なんで買わなかったんですか、いや、なんかスタート遅れそうだなと思って、市長さん言ってなかったら5なんか絶対買ってないからやばすぎ、いや俺は5を押してたけどね、いや、パチンコどころじゃん、パチンコの負けまくりましたよ、今月の、今月の一瞬で、一瞬で、一瞬でまくりました、よかったよかった、一瞬でまくった、いやまだ興奮してるんだけど、もう3連勝してるし、しかも3連勝全部取ってる、最後当てれば4連勝全部取ってる、協定向いてる、いや、貴重さん、本当ありがとうございます、いやいやいや、これは誘ってもらったのと、貴重さんの5番が言わないと絶対買ってないですから買った勇気ですよ、買った勇気、すごいな、帯ではなかったの、140惜しかったな、オッズが下がったんですよね、多分あ、あら、3が来てたら帯だった、ね、3着がね、3が来てた、うん、いや、次のレースは19万です、19万、次19万全ベットします、あ、3が来ても同じぐらいだったんだ、72万、優勝戦ね、これでも残り10万しかないんだよ、俺も、でも次もカチカチなんじゃないですか、優勝戦は1号艇はね、大勝ち行こう、大勝ち勝ち、帯狙えるでしょ、19万あればだって、全然、その分帰ってくればいいんだから、じゃあ帯だから、いやー
合わせ帯いける。いや優勝戦で幕10万で幕切られてるかもしれない。今絶対なくさないようにしないと。財布に入れてます。財布に入れてます。狙われる狙われる。優勝戦はカチカチになりがち。え、ちなみにみんな乗ったよね。え、もしかして俺のタイミングに今日乗ってない人いるの？おい。え、乗ったよね、もちろん。え、俺3連勝してんだよ。ねえ、乗ったよね。もちろんだよね。いや、乗れよ。乗れよ。なんでだ。いやー、ちょっとね、当たる気がしないね。ちょっと固めに行きます。固めで気がしない。山返しで現地の帯は見たことない。当たる気がしないわ。視聴者次アドバイス1個だけお願いします。ちょっと乗ろう。視聴者アドバイス1個。いやモーターは確実に1がいいって言われてるんで、モーターが確実に1がいい。お前はしょっちゅう80万だから、マイクにかけてんじゃない？わかんないけど、どうなんだろうね。これフワッチっていうアプリなんですよね。アプリが違うんですよ。アプリは生配信なんですよ、これ。アプリの生配信。いや、どうしよう、どうしよう。ちょっと調べて。はい。ありがとう。さすがに優勝戦1位。4がいい。生配信養分が200万出た。あ、誠司さんも現地で。おすごい。帯びてる。それどれぐらいかけてなんですか。誠司さんボックス買いでなんか適当に買って当たったみたいな。適当に買って当たってすごっ。これでも船券は買えた船券なのかな。買いづらい大頭。いや、まあ外。を買ってから買ってこそ協定、うん、あの人は外ばっかりで狙ってくる選手だから調子が良かったら結構売れるんですよ大外でも。あの人今回はあんまり良くなかったからあんまり売れてなかったんですよね。単勝全ベッド。そんなやついるの。それも最初で決まっちゃうし1飛んだら軍曹でいる。ほんとスタートで決まるんですね。いやもうほぼほぼそうですよ。スタートボーンと刺した5だったもんね。お、外が調子いいのか、これは。でも出てるんで、フライングしちゃってるから。あ、フライング、本当だ、フライングだ。あ、でもみんなフライングしてる。1のタイムだね。いや、ちょっとカチカチ19万もありっちゃありですよね。うん、1点、2点絞って、8万、8… いや、8万、9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 万。でも今の勢いでは取れそうな気がするな。頭の どうしようちょっとタバコ吸ってきますね。はい、どうぞ最後頑張りましょう。今日頑張りましょう。10万だから3倍取ると。自信がない俺は。いやー、よくないね。え、宮野原良くない。6、なんかずっと見てるけど、初日から見てるけど、今日の回り足がハンバーグの回り足が良くない。あ、これ1逃げる。いや、ええー、そう思った。逃げる。2着はこれは、16番と48番は平和島のエースモーターだから。今こっちのエースモーターだから、16番より。この通じが乗ってるよりは、ね、これ、ね、これ、これより昔はこれがエースモーターだったの。今度これになってもう終わりみたいだけど。2着はどれが来ると思う。これがまくっていくから。消えちゃった。まくる。これまくる。これまくる。狙う。
最後大体優勝戦に握っていくから。ああ、じゃあ大外146とか145あるね。あるね。だからまくりきれずに4が2着ってことやろ。もうまぐれなかったら124か1あるぞ。14で外が絡むってことね。分かった分かった。見ればね、いやだっておっちゃんがさっき下出が来るって本当に来てたからね。ここでも見てるから下出がさ、俺がさ145のボックス買っちゃったんだよ。あ、さっき今のレースやっぱね、ほら競艇って大体6コースからまくってくるとさ1コース、1コース、2コースが大体絡むんだよ。そうやね。616214だって14、うん、まくってくんだよ14の56ね。これがまくってくんだよね。それ前田がやっぱ1が外せないの。いやだってエースモーターだから。エースモーターなんだ。いわゆるもエースモーターだ。まくりきれずに14でしょ。これが一番のエースモーター、うん、ね、うん、これが2番のエースモーターだから。辻が乗った16番、うん、ね、うん、立ち来るわ、うん、今これ見てたよ、これ5番。これえ、5番見てた。見てたよ。6はでもなさそうなんだよな。これ145を使ったの。145か。あー佐藤がまくる。佐藤がまくる。いや、あのね、下手っていうのは、うん、6コース行くとまくる。結構そんなの強いですか。強いよ、これ。で、わじこれ、これ来てるの来てる。他の競艇場でもこれ来てるよ。まくりきる。ふくらい飛び出すかな、でも。これじゃない。これが、最終レースでしょ。買わないでて。これ全体言うだけだから。これはもう146使ってる。買ったのかな。いや、買ってんの。関係なくなるから、買って。146、あ、やっぱ6か。だけども俺も買ったったけど、うん、6のエンジンが今ちょっと回りやすいから、あんまり回りやすくない。そうなの。6ない。じゃあ4の、まだ無視かったの。私単勝なの。単勝狙いな。大池勇気がどうかだね。エースモーター、どうなんだ。3年間買わなかったら儲かんないよ。儲かるためですかね。いやね、いや遊ぶだけならいいけど、でお金持っててさ、団長なんか買ったって儲かんないよ。じゃあ、ナス、大事。それでね、よく買うか、3年間買っていいよ。あんなら俺からさ、バカだよ。大バカ。やっぱね、長くくらい。1日間の僕買ったやつでしょ。300円だったってさ、あとに300円だったらさ、え、3年間買ったら何もかいいよ。何の気も気がつくんだもん。私ね、単勝のふくらい買う。4.4 質が来るからね。返事タイム出てねえんだよな、でもそんなに。シュータイムは出てるけど。124に10万か、14に145を買うか。濃いからまた行かないと。さあ、ありがとうございます。ありがとう。また濃いんだ。相当勝負するのに。いや、1425で行こうかな、帯狙って。4万5万か。じゃあ前田のエンジンがね、良くない。良くないんだよ、正直言って。ここでね、この昨日恵まれたから、うん、フライングができたから。あ、ね、でも6に展開向くかね。俺が言うと、このクソエンジンがさ、松山、この松山のエンジンが内より外の方がいいんだよ。あ、なるほどね。これほら、この時も4コースからまくってたでしょ、うん、これも穴開けたんだよ。あ、これそれで隣かなんかくっついてきたの、これがまくったから。っていうことは、いや俺はまあやっぱ、まあ、俺はほら142とか、もうこれは来れなかったら12逃げちゃうよ。そうだよね、はい、普通に124とかなんでしょ。こいつとこいつが来なかったら、これが調子よくねえんだからね。4番がまくって来なかったらもう12だよ。124だよ。124。いや、簡単に言えばね、まあ、一番人気だよ。前田がさ、前田本当にもっと調子よかったらふくらいがまくってもだからさせるんだよね。昨日だって、前の日だってさせねえんだから。まくって言ってんの隣でさせねえんだから。昨日は恵まれだから、フライング1番6番のフライングができたために、こいつが5コースからまくって、それで
焦ってこれが、あ、こいつがあれ頭抜ける。松山と福来同時にスタート切ったら福来のが出る。あ、福来のが出る。伸びる伸びる。あ、こいつのエンジンよりはこいつのエンジンの方がいい。こいつのエンジンはクソエンジンだから。3ね。これ菊池が乗っててダメだった、ね、栃木の栃木、菊池が乗って全然、まあこいつはスタートがあるからこうちょっとやってたけど、その前に乗ってたやつがダメだから。あ、なるほど。俺もずっと、いや、もう見てるけど、うん、もうとにかくクソエンジンなんだよ。本当にクソエンジン。これだってね、本当にあんまり良くねえんだよ、これ。高橋二郎って。この山の山田も全然ダメ。この山田が乗ってきた優勝戦乗って全然ダメ。ダメだった。これその前の山田の前の選手って全然ダメだったの。まくり差し決まって4-1はないかね。4-1-2か。頭飛び出て。4-1でいけばね。絶対4-1でいけば4-1-5まで変わねえけどね。そうかね。4がまくってくんだから、5が刺すから4-1-5って言うから、ね、4-1-2、4-1-5って言うから、ね、19万円分買ってきます。買ってきます。ラスト、OK。 じゃあちょうどまた配信お願いします。キツさんお願いします。はいはい。これはね、4頭も買いたいんだけど、本当はまあ俺はね、もう10万しかないからと。まあ、1-4で行くわ俺。1-2-4はもう鉄板すぎるから、1-4の2-5を2点で行くわ。5万とん足りないわ。1-4-5じゃないと怯びれないね。そしたら5万ずつで1-4-2だったら90万ぐらい。まあ、2点で行くわ。じゃあ1-4-2-5、5万ずつ行く。まあ、軍曹も80万勝ちぐらいでしょ。いや、1-2-4で買うんだったらもう1点しか買えないもん。だって、まあ、さっきのとこでね、俺も5頭自分が言った通り買っておけばよかったんだけど。4がさ、握って攻めていったらさ、5がね、入ってきたりするんだよね、2着にね。4-1で20、2連単で。軍曹は何買うって言ってたんだろうな。いや、スマホでは買ってない。もう買い、あのアプリ消してる今。で、まんべんなく売れてるよね、本当に。1からだって16でも満州じゃないもん。16でも満州じゃないんだよね。1-2刺し2刺しって言ってた。1-4-2が熱いのか。まあ、まあ、硬かったら そっちだろうね。軍曹今80万9000円勝ってる。懲罰モーターっていうのがね、実績なら前田で、モーターなら福来でしょ。1省いたら罰ゲームはないよ。
誰か軍曹のスマホ盗みに来て、誰か。小町水南の次は軍曹なんで、誰か軍曹のスマホ盗みに来て、こう置いてるから。誰かいませんいません、誰か平和島に。見なかったことにするから、見て見ぬふりするんで。誰か軍曹はね、硬い。さっきのゴアタマはなんかノリでお礼が言ったのを買ってきたんだよ。基本軍曹は硬いとこ行くね。堅実、買い方が。すごいね、雨が。まさかさっきのがね。軍曹はさっきね、5000円で140倍ついてるから80万ぐらい。できました。19万円分。12刺し、2刺しが3万。4123狙った、はい、これが最後余っちゃったんで1万使っちゃおうと思って。こっちが本命です。12刺し、2刺し、はい、買ってきます。3万か。3万、各3万です。それで合わせ帯で30万ですね。これ屋根の下行った。確かに確かに、ね、5分前ぐらいから席取りしたら俺にします。この辺、あ、いけるか。じゃあここ行ってます。はい、大丈夫です。見ておきます。じゃあ解明書くね。買い目買いましたよ、書きましたよ、うん、今3連勝中です。逃げたら当たりそう。ちょ、これだね。あ、今のコピーしてくれた。今のコピーしてくれました。最後これやばくないっていうかさ、今一個レース前に当たってるから18万スッと買ったけど、19万か。18万買うってやばくない。競馬でも買ったことないんだけど、人生で。やばくない。この件やばいよね。この件に今18万の価値があるね、これ。うん、4連勝しちゃったりして。4連勝、イカれてる。ちょっとこれはね、買いすぎたけど、今日調子いいし、これ落としても50万勝ちで終了だね。これ落としても、これをもし落としても50万勝ちで終了。35分からね、35。あ、ありがとう、提供ありがとう。前50万とか買う。1レースで50万は無理だよ。無理。1レース50万は無理だよ。
いや、たまたまですよ。機長さんも当たるときは当たるわけでしょう。だ、機長さん今多分おそらく携帯で買ってます。裏で買ってる。今日の分をまくるために偽馬券で、偽船券で10万円と裏で買ってる。多分機長にご飯ごちそうしてあげて。僕全然いいですけど、機長さんなんか帰るみたいな話は聞いてたんですよね。飯とか全然ありなんだけど、だ俺も車だし、どっちにしろ。あ、濡れると読み込まなくなる。もう閉まっとくわ。レース自体は、5時35分ですね。5時35分。ラストレースです。ラストレース。すね毛、俺ね、毛薄いんですよね。毛薄いんだよね。毛が薄い。毛がね、毛薄いんだよね。あと10分、そう、あと10分、19万やば。でもこれをそれなりに勝てば帯でもらえるんですよね。この19万がそれなりに当たれば、僕の買い目は1234234に3万、各3万。当たれば100だね、これが最低ライン。当たれば入れた分だけ戻ってくれば。あ、ちょっと前行き始めたな。人がみんな前で始めてます。え、協定配信でもありだね。あり。まあたまたま勝ったからか。やっぱビギナーズラックってあるのかな。まあ9、10、11取ってるんでラスト。あ、人が前で始めた。市長さん早くしないと場所が取れなくなっちゃう。最終戦。あー、もつ煮ね。私飯食ってる暇ないもんね、なんだかんだ。ビギナーズにしてもすごすぎ。まあまあビギナーズだろうね。協定とか の、 そのテレビとかも見ないし、買った、初めて買ったんで。初めて買った。押す。ラスト10万勝負。あ、はい。あ、なるほど。なるほど、なるほど。確かに。じゃあツイートするか迷ってんですよね。あんま良くないですよね。あんまりね、なんか。あんまりなんか。それを見ていい気もする人の方が多分少ないんですよね。嫌な気持ちになっちゃう人が、人が勝ったっていうのを見せてもらっていいですか。2点5万ずつ2点。でもこれで一発逆転じゃないですか、取ったら。2点。俺とかぶ、あ、これだ、かぶってますね。142かぶってます。3万、ハッピー。142、2人かぶりが142がハッピー。今7分前です。前出ます。まだ早いから。でもね、優勝戦だから入れなくなっちゃう。行きます。行きます。これで終わりだからね、みんなも。ラスト。ラスト締めの4連勝に向けて。これぐらい行きますか。はい。あ、雨強っ。雨強い。あ、ごめんなさい。雨が。7分前。さあ、それで
何かが当たれば合わせ帯で、そうですね、19万1000円以上の払い出しで合わせ万枚。そう、頑張ってて頑張りようがねえ、もう買っちゃったからね、あとは彼らが。でも一応機長さんの買い目見ると、一応カチカチ固め、まあ、固めでもないのか。インが逃げたらあんまりそこまでね、どれも変わんないんですよね、ぶっちゃけ。うんうん、あ、いや、合わせ万枚どころじゃないよ。あ、俺も合わせ万枚って言った、スロットの、あ、間違えた、合わせ帯だ。間違えた間違えた、頭がスロットになってる。もしこのレース落としても、そう、全然80、え、70プラぐらい、いやいや、50です、50プラ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 。あ、どれかは来そうだな、イン逃げそうだから。1、2、3、4、2、3、4、一番人気は1、2、4なんで。あ、そうなんですか。1、2、4で、3万、3万、あ、ただ8倍ぐらいだったから、8倍ぐらいついたら、そうですね、帯っすね、帯っすね。1、2、4で帯っすね。1、2、4、帯。雨やば、雨やばい。みんな乗った俺に今3連勝中だからね。あ、どれでも当たれば19万以上つくよ。いくぞ、4連勝。スロットなら3万5000枚以上出してる。だってこれハマる人の気持ち分かりますね。だって2時間半だもん。2時間半で50、はい、まあ外れても50万勝ちだから。確かに確かに、おかしくなっちゃう。9.2 倍だった。前も機長さんの協定配信で俺コメントして3レース当てたんですよ。当たった、まあ、たまたますけどね。1、2、3とか1、3、2とか、あの時ね、結構カチカチが、そうですね、カチカチだったんですよね。1、2、5は俺買ってない。コンプリート2回やってることになる。142で15倍だから、142が来たら5万だったら75万か。142はあるのか。142買ってます。3万でしょ。はい、3万です。3万だったら、142だったら45万。それで45万。でかいね。142、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 142
いろんな人に乗って買いすぎちゃうと意味ないですよね。確かに。あんまり広げちゃうと。あ、900ナイス。あの1000ナイスまでお願いします。ちょっとタコ巻きしてるんで、皆さん、すいません。あ、人が増えましたね。来た、来た。あれなんですか、あれは。あれゴミ拾い。あれもゴミ拾い。優勝したら、優勝したらこうなんかビーンってこう、ああ手振ってやるんだ、優勝したら。これでも選手個人を応援してる人もいるのかな。いますよ。そのギャンブルだけじゃなくて、ファンが、ファンが、ファンが。あ、ジュンさんありがとう、ドンピーありがとう。初めてなのにすごすぎる。ビギナーズラックですよ。軍曹と同じ名前の競艇選手いなかったっけ。軍曹、いや、小林、いや、名前出すな、名前出すな。俺の名前出すな。いたよね。今知らない人の方が多いから。今ここ1年ぐらいでは知らない。知らない、知らない、知らない。5年ぐらい前に出してる。おい小林、やめろやめろ。いや、いるんだよね、確か。結構、しかも別に小林和樹って言うんですか。同じ、同じ、同じ。しかも別にそんなに、同じ中堅ぐらいで、うん、それは出てたら買いたいわ、小林和樹、買いたい。俺だから。俺だわ、それは。俺の生まれ変わりだわ。競艇してる人なら大体みんな知ってるような選手です。いるんだ。あ、普通に有名な。優勝戦とか出てこないけど、そのレースには全然出てくる。全然。もちろん勝ったりすることもあるし。いや、これ小林和樹じゃないよ、これは。オッズ見せるなだって。あ、全然問題ないって言われたよ、さっき。全然大丈夫だって。逆に内側を気をつけてくれって言われた。うん、さっき聞いたから、係に来て映してもいいって。全然問題ないって。いや、俺な、軍曹合わせ帯いきそうだな。どれかは来るよな。6は買ってないのか、3着に。6買ってないです。1、2、3、4、2、3、4、4、4、5、6、3ゴール蹴った、違う、ゴール蹴ってくれればいいのか。の1頭で、1頭のゴール蹴った時点でもう大丈夫。ゴール6どっちが絡んだらアウトか、はい、ですね。あと2分、あと2分。とりあえず1
ちが逃げないと始まんないんだ。単勝 1.4 まで落ちた。ガチか。あ、締め切り、これで締め切り。締め切り、ホッパエラー、ホッパエラー、ホッパエラー、ホッパエラいや、これまた軍曹取ったらミラクルドンピーだよ、本当。確かミラクルドンピー。いや、夢あるなぁ。パチンコで3万勝った負けたとか言ってる場合じゃないですね時間使って。夢あるなぁ。いや、緊張するよ。4連勝っていうのも結構すごいですよね。4連勝、まあ、カチカチとはいえ当ててきてる、当ててるから。しかも取り紙してないしね。当たってるのにマイナスっていうのもあるから、ね、あ、ないです、ないです、ないです。確かに最初からない、ね、2万が4万、3万が3球、うん、で、6万が74万すごいよな。さあ、締め切りました、皆さん。はい、優勝戦、優勝戦ってのはここに来るまでに何レースも勝ってきて、最後の勝ち抜いてきた人の一番。とりあえず白が言ってくれれば、白頭の赤黒青、白青で来ればいいんだ、白青頭でさあ始まります。相当気合入ってこれ取ったら次の白頭の、そうだね、黒赤青、俺はうわワクワクしてきた。だけど最近金ないからマジでやばい、ね、なるっすよ。そのために今日綺麗にやるって。123だと軽いんですか、まあ、124が一番。123は確か10倍ぐらい。あ、10倍ぐらい。そうで30万なの。売り越えます超える、超える。さあ始まります、優勝戦。4の25だけ、すごいな、優勝戦。ここまでの見てきてないけど最後だけ見るっていう。拍手してる、みんな拍手してる、客席が。14に行けば2人ともプラスで終われるって。142いいんだよな、ポッツ高いし。きた、いけよら。まだまだだよ、まだまだ。よしよしよし、1回ここで鳴らすんだよな。14の25、2点です、うん、これをピット離れっていうのは。いや、拍手してるみんな、すごいすごいすごい、この一体感すごい。さあ始まりました、優勝戦でございます。僕は1頭234、234各3万円でございます。そこが入った時点で、帯になります。あの白ね、内側の白が。とりあえず逃げろ。まず1が飛んだら2人とも自エンドだから。確かに1がもう飛んだら終わりなんだ。まずは1頭で入ってくるんだ。1頭、ナスビ頑張れ、ナスビ1頭で互角ね。そっか、もうその時点で終わりなんだ。1飛んだら終わりだ、1飛んだら終わりだから、まず1は行ってほしい。ナスビが1、あ、俺そうか、412も買ってんのか、4123か、4123買ってるわ。あ、5000円でね、5000円ずつ。一番白、あれな、いけろ、いけよら、いけよスプライスだ、いけよら、いけよ、いけよら、いけよら、どうだ、どう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 ですか、どう、まだ分かんないのか、ここでどうどう1アドメ、いけよら、いけ、1 1、2、3、4、
あ、内側に逃げた、緑か、緑か、一番逃げた、一番逃げたぞ。やばい、緑が入っちゃった、緑が入った、あの緑切らなきゃダメ。あーダメだ、2、3も、あーどうなってか分かんない、分かんない。1はいいんだけど、1の荒れてる、後ろが荒れてる。1、1、1、2、緑、緑にあいつが、あいつがダメだ。1、2、緑なんなん、6か、6だ、1、2、6なのか、6だな、6が入っちゃってるの間に。おい6、何やってんだお前。ダメだ、1、2、6で決まるか、126か、126だ。もうこれもうほぼ決まってます、長さん。まだ、いやほぼほぼ。あ、5が来た、5が来た。126だ。123 も死んじゃったから、125か6、125か6、125か6、34死んじゃってる。3、4、4、5、3、4、4、5、126。おい、置いてかないで。126だね。5が来た。34が後ろで死んじゃってるんで、1256、1256、1256。あ、125だ、1256。1、2、1、2、6、126、126。いや、そうかな、やっぱ1は1だったんだ。1は1だったんだ。そんなにつかないと決まりましたね。決まった。126だって。1、2、17倍だって。17倍。いや、変えなかったな、変えなかったな。1は1だった。うん、1、2まであったんで、その後ろが変えなかった。雨やばすぎ、すごいな、すげえ盛り上がってましたね、客席も。よっしゃー、すごいすごい、すげえ、みんな熱くなってる、すごい、客席すごい。ほんでとんでもない混むんじゃないですかこれ。確かに。いや、俺より興奮してるというか今最終だからか、確かに確かに。やっぱ2000万。さあ、じゃあ流しますか。テンポ悪いでラジオにしちゃいました。これめちゃくちゃ混むのが最後流せる人もいるから。でも払い、方角の方行った方がいいかな、一番左の方角だから。二度とやらない、マジで二度とやらない、金なくなった全部、二度とやらない。中心になってる、中心並ばないといけない。切れたんだ、気象さんの方で切れちゃいました。今日の収益400円だよ俺、マジで400円だよ。アイテムなんか一つも飛んでないよ。もうやめるわ配信、配信やめる。そう、じゃあ、あの入り口のとこいますか。入り口です。配信やめるわ、もう30万使って配信収益400円だって、やる気ないよ、もうやる気ないです。
今日配信やらない、あとはネットの王子の配信見て、帰りも配信やりません。400円でもタバコも買えないもんだって無理だ。あとはもうネットネトプリの配信で頼む。ダメだ、ありがとう、これで800円また行きます。あー終わってるわ。二度とやんない俺。金がない時って勝てないんだよね。金に余裕がない時って勝てないんだよな。買わなかったから俺が悪いんだけど、いやもうネット投票は消した。本当にお金ないんだよ。てか一応抑えでね、プライベートのお金で124も抑えてたんだよ追加で、それも外れだからね。花火ありがとう。電波がないんだよ最近マジでね、金ないんだよ。収益落ちてるからね。ありがとう。スマホで買ってない、全部現地で買ったから。食欲ない。朝から何も食べてないけど食欲がない。運送のお店で企画にね、企
画に出てくれるから30万使わせるから30万使ったんだよ。合わせて60万以上負けてる。あ、テン出てすぐのテントのとこです。出口のテント。出てすぐのとこ分かるかな。出口を出てもう目の前のテント。お疲れ様でした。どうなりました？回収の方は動画撮ってきました。あ、動画撮りました。じゃあ TikTok かなんかで今 Twitter にはあげました。 Twitter にあげました。あげました。ありがとうございます。プラスジャスト50です。50ジャスト50。80万の払い出しだったんで30万ベッドのジャスト50。ありがとうございます。ありました。ギラシーですね協定。ミラクルスペシャルドンピーだ。お手楽しい。でもワンチャンね、最後は行ってればな。いや、あれ、そうっすね。だ1、2まであったわけだから、1、でも全とか流しちゃってたら。確かに。もう全でもよかったもんか。全でも2万ずつぐらいにしてて。まあ、で、100帯になってた。帯になってた。これ、ありがとうございます。ああ、そうです。ありがとうございます。ガチ？どうも、自宅ですか？そうですね。あの、ネットの王子が今家にいるので、はいはいはい、犬がいるから。ああ、そうです。了解です。分かりました。今度ゆっくり。またなんかそうですね、パチンコでもそうですし、なんか企画を一緒にぜひ呼んでもらえれば。ありがとうございました。いや、来てよかった。いや、パチンコの負けは全部負けました。全部負けました。全部負けた。今年の分全部負けました。マジか。はい。今年結構いい戦いしたんですよ。ただこれ5万勝った、10万負けた、はいはいはい、10万勝ったとかの繰り返しだったから、プラス50万なんで、全て勝ちました。ここからまたね、じゃあ後半。はい、ありがとうございました。いや機長さんに誘ってもらえてなかったらこれなかったわけだし。ありがとうございます、ね、よかったよかった。いや、両方負けるより片方勝った方がいいんだから。どこ止めました車？ここの奥っすね。もう一丁奥。あ、立証の方かな。めちゃくちゃ電波悪いですよね、駐車場も。電波で。キャリア AU ですか？これドコモ。ドコモもダメ。ドコモダメ。AU も即番もダメなんだよな。返したよ、返信も。本当はこんないないんですけどね、うん、めっちゃ楽しかった。興奮した。ストレス発散にもなりますね、声出せるから。そんな勝つことないですよ。ビギナーズラックでもそんなに勝つことないですよ。でも機長さんが5っていう数字を俺に振ってくれて、でなぜか機長さんがそれを買ってないっていうね。ああ、そうなんですよね。まさかのそこを、まさかの俺にフェイクの5を流したつもりが本当の子だったっていう。パチンコ行こう。いや、今日明日は休みです、僕。週末、あ、平日から？水曜日からやります。水曜日から。はい、あ、火水か。火水だって。どこだったか、7階に止めたんだよな、俺。水曜日がタコ暑いんですよ、僕行ってるホールが。イベリー。これ、こっつい暑いですね、22日。あ、泥目だから。はい。あ、ただ、機長さん家からだと遠いっすよね。1時間ちょいっすね。配信しに行くって言っても。1時間ちょい。次パチンコ配信誘っていいですか？全然お願いします。またどっか平日で、はい、平日で、はい、声かけます。協定もぜひまた。これあの、僕ここ遠いんですよ。江戸川ってできないのかな。あそこはね、 YouTube だけなんですよ。あ、ダメに、前は良かったけど、あ、なんかやらかしたやつがいてってことか。結局ダメになったっぽいですね。そういうことだ。大渋滞、駐車場出口。あれ、俺7階って言ったよね、俺止めたの。3階とかですね。ただ5、6、あれ7階だよな。ここじゃないか。ここがどこだか分かってないんだけど、どっち止めたんだっけ。こっちだと思うんだよな。こっち低めの、はい、あ、そうですか。あ、違うかな。7階止めたんですよね。あとここ広がってます。じゃあ、じゃあ気をつけて。はい、ありがとうございました。またありがとうございました。また気をつけて。はい、ありがとうございます。あ、でもこれに名前書いてあるんだ。タイムズだから、ここタイムズ、ここタイムズだ。タイムズナンバースラ、ここだね。こっちだった。駐車場代すらも痛いわ。いや、もうやらない協定は。2300円か、収益。
ダービーもやらない。もうお金ないんだよ最近本当に。腹が減ってないんだよね。めっちゃお腹空いてたんだけどな。ちょっと待って、これ土日最大料金なしじゃんここ。嘘。ああ、まあ1500円か。ハイウズクラブカードをお持ちの方は先へ入れてください。続いてサービス券をお持ちの方は入れてください。お持ちでない方は現金またはクレジットカードでお支払いください。お常識じゃないよ。ちょっと待って、これ1000円使うの。待って、いや前走はね、会社もやってるし堅実だからやらんと思う俺は。そんなバカな真似は俺と違って。ありがとうございました。要請書が必要な方は要請書ボタンを押してください。駐車券を取り出口精算機へ入れてください。カードを忘れずに取りください。ただいま。おしっこが大変、シートから外してるってこと？苦しい苦しい。明日休むわ。平時明日休みます。おしっこをど床にしてるんだったらトイレットペーパーで拭いてくれれば後でやっとくけど、トイレットペーパーで拭いといてくれたら振り戻せないよ。どんだけ負けてると思ってんの。 ATC カードを認証しました。有効期限は2025年11月です。マットはいいわ、洗えるマットだから。いやーちょっと傷が深いね。なんかしばらく配信切ってちょっとここで瞑想して帰ろうかな。まあ、ご飯は用意してるけどまだあげなくていい。ありがとう。ありがとう。今日帰らないわ。家出する。家出する。家出します。
誰だ、お金ない、もう口座にも入ってない今。音声案内を開始します。実際の交通規制に従って走行してください。配信終わりますまた明日、皆さんありがとうございました。しばらく家出します。